テープ起こし。テープ起こしとは、講演、会議、座談などで録音された人の言葉を聞き取り、その内容を文章に直す作業である。または、その作業を優勝で受け負う職業をも指す。音声記録による言語情報は、複製と反風、再生に、それなりの条件が必要で煩雑であることから、これを人力によって、文字情報に変換することで、取り扱い。 読解を用意とする作業である。文章は紙に筆記するか、タイピングで、コンピュータへ入力する。かつてはタイプライターで印字する形態もあった。テープ起こしと同じ意味で、テープリライトという言葉もあり混用されている。こちらは、テープリライト株式会社の商標であるため、商標を避ける場合には、テープ起こしを用いる。なお、テープ起こしを職業とする人は、テープライター。 反訳者などと呼ばれる。言語記録の文章化は文化が発達し文字とそれを記録する紙、糸などが用いられるようになった古代文明の時代から行われてきたことであるが一般的な発話速度は初期者の人力筆記では追いいるのが困難なこともあり、用紙部分の要約や事前ないし事後の原稿参照、編集で極力再現する努力を図るほかなかった。これでは 発言に完全忠実な記録は困難であったし、内容の改ざんもつきものであった。17世紀以降、体系化された近代的な速記法が考案され、改良が進められたことで、専門の速記者が発言者の発話内容を逐一記録することができるようになった。また、欧米諸国では19世紀後半にタイプライターが実用化されたことで、 手書きよりも高速での文字打刻が可能となった。しかし、速記術や高速で正確なタイピング作業には、高度な専門技能が必要で、その能力を持つ者を雇うコストは高くつき、上級観光庁や視力のある企業に限定された技術であった。トーマス・エジソンが1877年に実用化した老下式レコードの出現で、 発話した内容を忠実に記録することが可能となった。もっとも、これを会話録音による事務用途に利用しようという動きが本格したのは、ローカンレコードが録音メディアの主流を円盤系レコードに奪われてから遥か後年になる。1923年、エジソンのローカンレコード技術を継承していたコロンビア、グラフォフォン、現コロンビアレコードから、事務機部門が陸田本社として独立。 老館をメディアとする事務用録音機、ディクタフォンを発売した。老館メディアには人の声で録音を行うことが良いというメリットがあり、これを活かしたものである。ディクタフォンはタイプライターを用いる口述筆記事務を想定した録音機で平均的水準のタイピングスキルしか持たないものでも再生を繰り返すことで、 録音の正確な文章化を容易としたため、1930年代まで、欧米でのビジネス向け需要を席巻した。弁護士、ペリー・メイスンシリーズなどで知られた、アメリカの推理小説家イエス・ガードナーは、長編小説一作を数日で執筆できるほど、創作力のある多作家であったが、自身のタイピングでは着想した小説を思うように、高速タイプできないため、 タイピスト相手の口述筆記を試みた。だがこれでも速度に不満があり、1930年代には早くもディクタフォンに文章を口、録音を秘書にタイプライターで清書させるという現代的な口述筆記著述を常用するようになった。テープを起こし活用のセンクレーであろう。彼はテープレコーダーが一般化するとそちらを使うようになった。なお、同詞の用途で直録音式。 ワイヤーレコーダーも用いられたが、簡便性でディクタフォンに1日の蝶があり、主流とはならなかった。しかしディクタフォンは、老館の表面を研磨することで老館の再利用ができるものの、研磨に手間がかかり、再利用回数にも限度があることや、録音時間が限られるという欠点を持っていた。この問題を解決したのは、第二次世界大戦中にドイツで発達し、戦後に、 世界的に広まったテープレコーダーの出現である。テープレコーダーはディクタフォンよりも大幅に長時間の録音を可能とし、また古いデータを簡易に消去して新データを繰り返し録音できる経済性も伴って1940年代後期以降は会話録音用メディアの主流となった。IC レコーダーなど後続の新たな録音メディア出現後も取り扱い容易な特性や 再生装置の普及度の高さから、口実の文章化作業には広く用いられている。データとしての発話のテープ起こしには、大きく3つの功用がある。国際会議などにおいて、英語テープ起こしを、はじめ、多言語のテープ起こしの需要がある。会議の内容を補足的に把握するため、また資料をまとめるためにも、このようなテープ起こしは有効である。またラジオプレスでは、 各種レポート作成の際に受信、録音したニュースの内容を間違いなくまとめるためのテープ起こしを行っている。依頼人から受け取った録音物、テープ、MD、IC レコーダーなどを聞きながら文章に書き起こす。収録の段階から現場に同行する場合もある。作業には再生、巻き戻し早送りが足踏みスイッチで行える専用の再生機器や パソコンソフトが使用される筆記やタイピングをしなければならないので手で操作するのは非効率的。高速大容量通信時代を迎え、依頼人が録音物を宅配便で送るという従来の方法から IC レコーダーで録音し、パソコンに接続、取り込んだ音声ファイルをインターネット上で受け渡しする方法に変わりつつある。 文体は依頼人により様々だが、漢字にするか奏で書くかなどの言語運用は依頼人が指定する幼児用語集の通りにすることがほとんどである。作業は大きく分けての3段階である。かつて内職商法の勧誘職種にされたこともあり、言葉が話せれば誰でもできそうな仕事と思われがちだが、実際は即記しと同様に相当な国語力を必要とし、安易な職業ではない。 例えば、プロインタビュアーの吉田剛氏は、テープ起こし業者に頼むと、専門用語を知らない上に文章が固くなる、編集部のアルバイトに頼むと、日本語としておかしいところがあるという理由で、専属の腰担当者を自費で雇っているほどである。個人事業のテープ起こし業者の団体として、全国反栄事業連合会がある。会員が個人事業者であることを鑑み、 事務所名義での加盟やメールでの会議など一堂に会することなく活動を行っているのが特徴である。共同での営業活動や技術協議会の開催を通じてテープ起こし業者の受注獲得活動の支援と機能研算を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。